はい、こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木でございます。いつも YouTube ご視聴ありがとうございます。今回のテーマは、久々の不動産ネタでいきます。苦しい地銀と不動産融資の攻め方という題でお届けさせていただきます。はい。あの、2 3 0年前までは花形産業であってもですね、もう、あの、すでに、 あの、今やもう泣かず飛ばずの社用産業になっているのって結構ありますよね。まあ今の時代で言うと代表的なものっていうと銀行とマスコミかと思います。特に銀行っていうのは私が大学卒業したのがちょうどバブル末期でしたかね。あの頃はもろ花形でですね。 えっと、まあ、経済学部とか小学部の優秀な奴らがですね、就職して、まあ、障害年俸も4、5億出るみたいなですね、そんなイメージだったんですけど、今やすっかり時代が変わってですね、もう見るかけもないといったような感じですね。はい。まあ、銀行とマスコミって一つ共通点があると思います。えー、どちらもですね、間に入ってマージンを取る商売、 っていうところなわけですねまあ銀行ってよく考えたらですねお金を持っている人から預金で金を集めてそれをお金を必要としている人に、えー、まあつなぐというかですねまあ貸すというビジネスモデルなわけですねで昔はそれで良かったんですけど今はもうネット社会になりましてですねはい。 あの、今はもうクラウドファンディングみたいにですね、お金持ってる人とお金借りたい人が直接繋がっちゃうということもですね、あるわけですよね。そうするとですね、銀行が今までやってた中抜きで商売するっていうのがなかなかできなくなる、ニーズが少なくなる。だから苦しい、だと思います。この点は全くマスコミも同様だと思います。もともとは情報を持ってる人から、 あのまあ仕入れてそれをまとめてですね情報が欲しい人にまあ配るみたいなですねそういうビジネスをしていたわけなんですけど今はネット社会で YouTuber とかも出てきてですねまあその情報発信者がですねまあ私も含めてですがまあ直接ですね情報を欲しい人と。 直接繋がれちゃうわけなんですよねしかもほとんどコストなしで繋がれてしまうととなると間に入るマスコミっていうのはいらなくなるというかですねどんどんニーズが減っていくわけですねなので銀行とマスコミというのは構造的なまあ斜化が避けられないっていうまあそういう辛い立場にある産業なのかと思いますで銀行ってまあいろいろあるんですけれども本当に大きなくくりで言うとですね3つかな都銀、地銀地 新金新組ですかね。この3段階あると思いますが、その中で一番辛い立場にあるのは、地銀だと思います。地銀って、都銀ほどシステムとか技術力とかがないですよね。あの、なので、あの、都銀って元々バブルの時代って13校あったのに今4校に統合されていて、本当に省力化して、 はい。人もあんまり置かずにやっているわけなんですが、まあ、地銀って人は置かなくちゃいけないですよね。で、かといって、親金新組ほどですね、地域密着のドブ板営業に強いわけでもないわけですね。となると、板挟みになってですね、はい。非常に中途半端な、まあ、立場に置かれていて、まあ、これから非常に苦しいということなわけですね。で、そもそも、 やっぱり今あの日本特に地方の県というのはですね明らかにオーバーバンキングつまり銀行過剰だと思いますさっき言った都銀は13から4に減ったつまり70%銀行数が減っているのに同じ時期で地銀っていうのは132から102までしか減ってないわけつまり23割しか減ってないわけなんですねで日本の都道府県って47あるじゃないですか でそのうちの21都道府県は人口100万から200万まではいの間に入るんですけどそういう規模の都道府県,あの府県で銀行が3行とか平気であったりするのが今の現状なんですね例えば福島県人口今182万人いるんですが、まあ、第1地銀の東邦銀行がありますそして第2地銀の福島銀行と大東銀行があります3行。 あってオーバーババンンキングあと、三重県でいうと、105銀行、三重銀行、これ第一地銀でありますね。あと第二地銀の第三銀行というのがあって、これも3個あってオーバーバンキングなんです。で、こういう状況の県に行くとですね、まあ、県で1位の銀行は比較的利益も出て <laughs>、えー、え悠然としてるんですけど、2位と3位は、 モロサバイバルっていう感じですね。特に三重県行くとですね、まあ、105銀行はいいけど、三重銀行と第三銀行はどっちがどっちに合併されるのって話です。あの、お互いの本社所在地の名前をとって、四日市 VS 松坂の戦いって言われてる言葉もあるくらいなわけなんですよね。 はい、なので本当に今も菅政権が地銀の整理とか、まあ、統合合併とかやってるのもですねやっぱりこういうのが背景にあると思いますでそのですね苦しい地銀であってもやっぱり金貸すのが商売ですそして生き残らなくちゃいけませんと、はい、で我々不動産投資家の、えー、立場から言うとやっぱり融資出してもらいたいわけですそのためにはできるだけお腹が空いてる地銀からお金を借りる 貸してがなくて困っているところを探して、えー、そこからまあご縁をいただくということになるわけなんですけれども、いい、あの、その見,見極め方が一つあるのでご紹介します、えー。私の攻め方はですね、地銀で本社所在地より一ランク都会な県のどこに支店があるか、そこに着目をするわけなんですね。一、えー、つの例を挙げると、秋田銀行。 秋田県で2校ありますけどまあその2校あるうちでは勝ち組の方なんですが秋田県自体がですねもう日本有数の今経済が苦しい県なわけでなかなか地元に貸し出し先がないというところです当然県外に攻めていかなくちゃいけないんですけど秋田銀行のホームページで県外店舗が載ってますえー、っと北海道が3校青森3校岩手1校宮城 3校、福島が6校あるんですここに着目すべきなんですで、その福島の六校のうち実は4校が郡山市にあるわけなんですねこれ明らかに秋田銀行として郡山を狙ってるということじゃないですかはい。この郡山は 東北地方では、まあ仙台に次いで都会な街と言われているわけで、私も以前、氷山の物件を仲介した時にですね、えー、お客さん、買うお客さんが秋田銀行さんに、氷山支店ですね、に、まあ、あの、融資を、あの、えー、受けて、えー、それでまあ、なんとか制約できたというのがあるんですけど、やっぱり、あの、氷山で、 不動産買うなら秋田銀行を攻めろっていうのはやっぱ格言としてあると思います。関東地方に行くと栃木銀行ってあります。栃木には県で2区があるんですけど圧倒的に足利銀行が強くて栃木銀行はその後人を排して苦しい立場にあります。その栃木銀行のホームページで県外店舗を見るとですね、茨城県1校、えー、群馬県2校、埼玉県31校あるんですよ。 埼玉なんでこんな多いのって言って、もっと詳しく見てみると、なんとそのうちの18が越谷市にあるわけなんです。はい。で、まあ ATM とかも含めて18拠点があるって意味なんですけど、支店もあの狭い越谷市に8つあるんですね、栃木銀行の。で、越谷支店、えー、大袋支店、賀茂支店、越谷西支店、えー、東越谷支店、矢十郎支店、千言大支店、プラス 腰谷ローンプラザがあるわけですね。このローンプラザがあるということはもう明らかに腰谷近辺の金持ちを狙っているということをもう物語っているわけなんですね。ということは、まあ不動産投資家から見るとですね、まあ腰谷周辺の物件を栃木県の人が買うとか、あるいは腰谷周辺に住んでる人が栃木県の物件を買う。どちらにもこの栃木銀行の支店網が使えると。 ということですね、まあ、どっちかというとやっぱりローンプラザが越谷にあるのでやっぱ越谷近辺の人が栃木県の物件を買うそういうのに一番使えると思いますもっと都市部に行きます千葉銀もうこれは日本の地銀としては横浜銀行について第2位のまあ巨大地銀なわけですけどあの私が住んでいる近所にある千葉銀の深川支店ってすごい有名なんですね我々の間では攻める 地銀、攻める支店だっていうふうに言われてます。はい。で、なぜ千葉銀が、その、ここ、江東区の深川支店っていうですね、どちらかというと千葉に近い東京に支店を出していくかっていうのは明らかに、まあ、東京の客を取りに来てるわけですよ。で、その千葉銀の県外店舗のを見ると、やはり茨城県4校、埼玉県4校、東京19校あるわけですね。で、 その中で所在地を調べてみるとですね、やっぱり千葉に近いところは狙い目だっていうのがわかると思います。深川支店。あとは、金市町支店。あと、諸県境にある小岩支店と金町支店。この辺は、まあ、明らかに東京の客が千葉の物件を買う時の融資付けをしているだろうなというのがよくわかるわけですね。はい。まあ、このように見ていけば、 まあそので地銀って他にもあるんですよね例えばまあ支店長が不動産好きだったり全然興味なかったりとかそんなファクターもあるんですがただ支店長だも地銀の場合は数年3年とか4年とかでまた移動しちゃうのでやっぱりむしろですね私が言ったような支店の立地から 攻めていくというのが筋のいい話だと思います。ということで、今日は日本の地銀のお話をシェアさせていただきました。どうもご清聴ありがとうございます。それでは失礼します。さようなら。